それじゃあ。はい。どうや。そういや、私は大阪生まれの大阪育ちです。ほう、ええ、前の店で働く前、私とある高級クラブで働いてたんですけど、その時に標準語で話せって指示を受けました。なるほどな。このお店ではそういう方針もないし、関西弁で喋ってみてもいいかな。わかりました。ではこれからも標準語でいきますね。はい。そういや、私当時そのクラブのオーナーに一目惚れしてしまって、その人に少しでも近づきたくて夜の世界に飛び込んだんです。ほう。オーナーが別の女と結婚してしまいまして、見事玉砕しちゃいました。それで悲しんでるところを前のオーナーにヘッドハンティングされて働くことになりました。はい、私今が一番楽しいです。そうや、そうですね、この仕事の延長線ではないんですけど、なりたいものならあります。ん？はい、私お嫁さんになりたいんです。なるほどな。私がお嫁さんになりたいなんていうのおかしいですか？いや。私、幸せな結婚生活に憧れているんです。いつか素敵な人と素敵な恋愛をして、素敵な家庭を築けたらなって。なあ。そうですね。まず海辺に大きな赤い屋根のお家を建てて2人で住むんです。庭ではペットのシベリアンハスキーを放し飼いにして、あ、そうだ、結婚2年目に女の子が生まれて3年目には男の子、家族4人が理想ですね。週末には車を走らせて家族全員で高原へ。ちょい待てや。あ、すいません。私、つい幸せな妄想をして暴走しちゃいました。なるほどな。そうだといいんですけど、仕事以外で男の人と知り合う機会もないし。
素敵なお客様はモテますからね。こういったお店に来る人は特に。他にも火遊びをしている方がほとんどです。確かにお店の人もありですね。ボーイさんに、あとは支配人とか。ちょい待てよ。そうです、真島さんも素敵な男性ですからね。まったく。どうでしょうね。お疲れ。
ラブマジックは時計はしない、おいでめしませお姫様、毒のリンゴを食べて眠っちゃいそう、それじゃあ。はい。どうや。ええ。そういや。女の子はみんないい人たちばかりですし、のびのびと働かせてもらってます。女の子の教育が行き届いてますもんね。支配人が女の子の接客練習するお店なんてどこ探しても他にはないと思いますよ。そうやな。真島さんの仕事を楽しむ姿勢、私が前に働いてたお店にはなかったです。とっても羨ましいです。ただ私以外の女の子とはあんまり話してほしくないですけど、仕事ですものね。ん？なんでもないですよ。私最近楽しいんです。毎日このお店に出勤するのが楽しみで仕方がないんです。ほう。あ、でも楽しいだなんてダメですよね。お仕事でやってるんですから。楽しんでるだけだといけませんね。すいません。いや、確かにそうですね。
私が毎日楽しいのは真島さんと会えるからかもしれません。私が前にいたキャバクラのオーナーとは全く違いますね。そうか。とても優しい人だと思います。え、それってどういう。真島さん、私今迷ってることがあるんです。ん？私このお店辞めたいように見えました？うん。私こんな素敵な職場簡単には辞めませんよ。そっか、真島さんは私が辞めたら悲しんでくれるんですね。おいおい、真島さん。それじゃあ今はまだ秘密です。いつか言えればいいんですけど。お疲れ。
いらっしゃいませ。